春天春は美犬であり、行は彼の聡明さを聞き、好意を継がせようと考えました。しかし、春は試練に耐え、困難を乗り越え、最終的に春天図を作成しました。春天の中で、丁春は自らを超過と称し、天帝と共に国を治めました。彼は賢明で文明的で、温厚で誠実であり、偉大な徳を持っていました。 春の徳を試すために、丁春は彼を数々の試練にかけましたが、春は立派に成し遂げました。丁春は言いました。よいぞ、汝、時、春よ。試験と検討を経て、あなたの徳は確かであり、三年間の試練を経て、あなたは天使の位に上ります。しかし、春は謙遜し、行為を継がず、不定の偉大な遺徳を尊重しました。そして正月の初日に、 春は先祖たちに対して祭祀を行いました。春は七つの政策を立て、中国全土を統治しました。彼は上帝に霊を捧げ、陸僧に祈り、山川に臨み、軍神に祭祀を行いました。五つの福髄を集め、月の満ち欠けに応じて四学と軍後に参拝しました。二年目の二月には、東の地を巡り、泰山に至り、そこで芝を焚いた。 山川に祭祀を捧げ、東の跡を祭りました。3月のジョンイルには、五律を統一し、土寮功を整えました。また、五礼、五玉、三白、二世、一種の儀式を収め、二えを捧げました。五つの器を用いた儀式が終わると、再び春は徳をもって民を統治しました。5月には南の地をめぐり、南岳に至り、 大祭の儀式を行いました。8月には西の地をめぐり、西学に至り、最初の儀式を行いました。11月の初めには北の地をめぐり、北学に至り、西の儀式を行いました。帰国後、春は自らの功績を祖先たちに報告しました。春は12の州を開拓し、12の山に王国を建て、川を整備しました。 彼は刑罰を制定し、五刑を施行し、無中置、罰則、金銭刑、拷問、流刑などを用いました。それによって教皇を優秀に追放し、関東を数三に追放し、三病族を三期三に追放し、根を右山で処刑しました。これらの刑罰により、天下の人々は皆服従しました。春外にあったのは28年でしたが、 最終的に彼は亡くなりました。その後、民衆は彼のもに服し、3年間、司会は音楽を奏でることを禁じられました。月の初日、春は先祖たちに対して祭祀を行い、私学を参拝し、諮問を開いて司法を明るくし、思想を養いました。教助してくれ、12人の牧師たちよ、と春は言いました。食事は時を守ることが重要だ。 お互いを尊重し、徳のある人物を徴用することで、万位も服従するだろう。春は私学に向かって言いました。あなた方は誰が天帝の治める三つの儀式を転居とするのか、すると彼の側近たちは、白衣です、と答えました。春は白衣に対して言いました。あなたは窒奏を担当することになる。朝夕を神聖なものとし、まっすぐで清廉な姿勢を持ち、 寛大で謙虚な心を持ち、厳しくても残忍でないようにし、簡潔で傲慢でないようにせよ。詩を用いて志を表し、歌を用いて永遠の言葉を歌い、音楽を奏でることで和を保とう。八つの音律を調和させ、相手を奪うことなく共感を持つことで、神と人が調和することができるだろう、白衣は言いました。私は石を打って石を褒めたたえ、 百獣が踊り始めるのを見たことがあります。定春は寮に言いました。あなたは残言を抑え、人々を驚かせることなく、私の指示を忠実に実行する能源となる。昼夜を通して私の命令を出し入れし、真偽を持って遂行せよ。最後に春はその他の側近たちに言いました。あなたたちは二十二人、偉大な人材だ。時を遵守し、 天命を全うするように。3年に一度の交差で、春は管理たちの適否を評価し、懲罰を行いました。民衆の生活は平和で繁栄しました。北の地に住む3つの病族はそれぞれの土地に定着し、文明を築きました。春は30歳で妖となり、胃にあったのは50年でした。そして、彼の任期の終わりに亡くなりました。 定春は土地を開拓し、人々を統治し、社会を発展させました。また、歴作と旧古の9つの辺と、公余を一るしました。